次回降格してしまう。ロジャーズ監督が就任した今季はペースを落とし、ここまでリーグ戦29試合で9ゴール。さらに直近3試合連続で45分以下の出場に止まっており、冬に加入し直近4試合5ゴールと結果を残すアダム・アイダにポジションを譲る形となっている。そんな中、ロジャーズ監督が古橋の状況を説明した。私は常にチームの問題を考えており、決して一人の選手の問題ではない。彼がこの2年間本当に素晴らしかったのは知っているが、その時に私はいなかった。今見ているものでしか判断はできない。直近までセルティックは強かったんだ。ロジャースが来てから勝てなくなったことを私は知っている。黙れ、ポステコに遠く及ばない無能が何言ってる。フロントは移籍金安くしろ。買い殺しは元さん。ロジャース来てからセルティック明らかに弱くなってるじゃん。古橋出て行った方がいいって。監督でやっぱりめちゃくちゃ変わるんやろな。クロップ退任した後の遠藤怖すぎる。ロジャースがいまいちだから買い手がいれば喜んでプレミアの買い注意チームに移籍もいいと思う。ポンコツやからセルティックが弱体化してるんやろ。アンジェ時代見ろよほんま。使いこなせずにリーグ首位逃してる無能に言われても、ロジャースに合わないんだよな。シンプルに。ロジャースが来る前に移籍しとけばな。プレミアに行こうかいから注意のどっかしらからオファー来てるでしょ。ろくに使えず負けまくってる雑魚がほざいてるわ。なぜこいつはクビにならない？ロジャースらしい言い回しだな。監督で人生まで変わるからな。わしはロジャースを過大評価してたわ。勝てるなら良いけど、ハーツに乾杯して首位から転落したから説得力ねえ。